どうも、ナオチンです。メガテン5やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はこのキャラクターの育成が終わりましたので使っていこうと思います。マサカドですね。ステータスですけども、魔力以外999とカンストさせてみました。魔力は必要ありませんね。で、耐性ですけども、弱点がないっていうところが使いやすい。そして、ユニークスキルですね。自身にかかっている効果の種類が多いほど、自身の攻撃のクリティカル率とクリティカルダメージが上昇する。もう、強すぎる。本当に噛み合いますね。で、スキルはこんな風に編成してます。天柱殺と思考の魔弾。で、プレロマ系を2つと、会心先進。で、殺しを2つと、奈落のマスクですね。クリティカル率を、そうだね、ルシファーとかで上げるのであれば、殺しを抜いて、不屈を入れてもいいのかもしれません。まあ、とりあえず今はこんな感じで使っております。では、やっていきましょう。それでは、連続戦闘をやっていきますね。ほんと、バフとのね、相性が良すぎるっていうのが、使いやすい。うん。特に、キャンディーは絶対入れるでしょ。強敵と戦うときって。キャンディーとの相性が抜群っていうのが、いいっすよね。これを入れただけで、クリティカル率とクリティカルダメージがぐっと上がりますので、ものすごく使いやすい。で、かっこいいんですよ、天柱殺。強すぎるよ。で、天柱殺あれですよね、弱点じゃない即死効果もなかったっけ。あ、即死効果はないか、即死効果ないか、ああ即死効果はないや。あのクリティカルの時に威力が上がるんだ。うん、だからやっぱりクリティカル率っていうのは重要になる。うん、まあ、バフでも上がるし、ルシファーとかを入れた方がいいのは、いやいやいや、バフ入れたれば、いや、入れたれば、入れさえすれば、多分大丈夫なんですよね。し、思考の魔弾も強いんですよね。思考の魔弾でも十分ダメージが入るので、1対1の時は、いやいや、思考の魔弾じゃなくて、やっぱり天柱殺の方が、ダメージ高いか。そうね、クリティカルが出ればあっちの方が断然強い。はい、じゃあ次行こう。まあ、ただ天柱殺ちょっとね MP 効率が悪いんですよね。で、これお店で HP、MP を上げるアイテムが売ってないっていうのが残念。うん、あのアイテムは入手できないんだよな、お店では。そこが残念ですよね。お店で売ってさえすればもう全部999にするんだけど。天柱殺、あ、やっぱクリティカル出る出る出る出ます。そう、問題なく出る。思考の魔弾が多分1万ぐらいですよね、ダメージ。天柱殺が17000とか出るんで、もうやっぱ 1.5 倍ぐらいのダメージが出るなら、あ、それはもう天柱殺を使っていった方が基本的にはいいですね。はい、では、ここがラストですね。速攻で倒しましょう。タンダバはもちろん入れる。で、持って上げて、クリティカルが出るから大丈夫ね。わおわお、クリティカル、はい、沈めます。あ、回復した。あ、そうか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 、万能じゃないとやっぱこういうことがありますからね。まあ、こればかりは仕方ない。じゃ、能力を2段階上げて天柱殺最後決めたいと思います。多分倒せる。おお、能力上がってもダメージはそんなに上がらなかったんだね。
はい、まあまあそれは仕方ないです。しまい。はい、ということで今日はまさかの使っていきました。ほんとね、ユニークスキルと天中殺、この2つが強すぎますね。で、弱点としては MP がちょっと低めっていうところと、天中殺の MP 効率がちょっと悪いっていうところなんですよね。 MP が800ぐらいあればもっと良かったと思うんですけども、そこはちょっと残念ですけども、まあまさかのものすごく強いので使わない理由はないと思います。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。